いるよね。ね。チュリアンって本当？ありがとう。え、ありがとう。755でそう、配信やるってね。今日朝755で今日の夜配信するよみたいなことをつぶやいたんだよ。ん？今すっぴん？え？すっぴんなわけないじゃん。嬉しいけど、すっぴんじゃないんだよね。プルダックの、ね、ダメージね、やばかった。その今日ユーハンさんにも会ったんですよ、実は。そう、意外とその話してたりしたら、なんかご飯食べれそう。ご飯結果一緒に食べに行ったんですよ。そう思った。でも美味しいから食べちゃうの。美味しいのよ。マリモか。朝からなんでって。食べたくなったの。食べたくて食べたら まあまあしょうがないよね。あ、ちなみに日本で買ったやつ 全然韓国じゃないです。はい、私朝で、今日コンタクトもしてるよ。来ましたね。やってます。バイオレットやってます。絵はあるんだけど、なんか、その、行けって言われたところに行かないと。でも、今回の新作は、自由なの。本当にどこから行ってもいいよって感じだから、なんかいいなって思った。なんか時間がない組からしたら、なんかすごいありがたい すごいありがたい。ああ、ホゲータにした。いや、なんか、その御三家じゃないか、三家ポケモン3種類あるんですけど、いいのよ。あのポッチャマみたいないるんじゃない？この中で。ヤオハが勝つのよ。ヤオハ強いんだけど、いくてね、スワックなんだっけ？なんか水タイプました。はい。ほら、来ました。え、ホゲータは、え？また一からやり直そうかな。え？ねえ、寝た、ねえ。いつもの属性からいくと、絶対草選ばないの。うわー、ニャオハにしたのに。たの？じゃあ、いっか。そう、変わらずの石をね、私もゲットしたんですよ。だから、私、ポッチャ でもなんかさ、そういうなんか進化させないっていうさ、あ、お悩み、ネタバレに切れてそう。確かに切れてそう。私は受け入れるタイプ。
ねえ、がみゃおさんに聞こえるらしい。あ、みゃおさん日本に帰ってきてますね。会いたい、会いたいって連絡した。え、ウッパーもゲットした。ゲットしたよ、私ゲットしちゃったんだ。あ、湧いた湧いた湧いた。え、でもやっぱウッパーしか勝たん、やっぱウッパーしか勝たん。本当に大好き。ありがとうございます。そう、ウッパーしか勝たんなって思った。やっぱウッパーヒント これ誰得なの？やばすぎん。まず理由ね。ウッパーは雷のなんかスパークとかその技来ても、無効果なことが多いんです。効果がないことが多いので、イコールダメージを受けないんですよ。そう、なんかそういうところが推しポイント。そう、まあ大体ダメージ受けるやん。そのでもなんかダメージ少ないようは多いんですけど、ウッパーに関してはそう、そういうことがあるし、あと雨が降ってる日だと貯水してくれるので、貯水するダメージというか、すぐになるんです。だからとっても扱いやすいポケモンだと思うのね。なんでもっと人気出てほしい。でも GU のパジャマだからね、買いだなーって思ってるんだけど、自由に生きてない。体力回復 そう、ウッパーもっとね、いやー、貯水大事。そう、でもほんとポケモン好きな人は知ってるだろうけどさっていう。私ちなみに可愛いポケモンは根こそぎ今捕まえてたし、プリンの進化前も捕まえたし、結構いいね。コダックも捕まえました。結構もう可愛いやつはどんどん。知らないポケモンとか普通にいました。電気完全に無効ではないけど、けどまあそこそこダメージは受ける。強い。バンして。なんかこれはダイヤモンドパールの方なんですけど、私パファンの人も捕まえてゲットして、ゲットされたい？絶対痛いから嫌だけど。あ、メタモンね、好きな人多いよね。私もメタモン好きだよ。わあ、進化したウーパー。ヌオーか、早く進化させたいなって。いや、ほんとどんなイベントって感じよ。いや、ゲットされたい。いや、ゲット行くことになっちゃうよ そういうイベント。そう、パートなっちゃうよ。あ、そう、マイナンとね、プラスルもすごく好き。好きなポケモン、可愛いポケモンをね、集めます、私は。でも何か知らないポケモンとか結構いて、弱くて、なんかアリっぽいポケモンとか、新作の方ね、新作の方でなんかアリみたいなポケモンとかいっぱいいて、全然わかんなくて、でも可愛いからとりあえず捕まえた。
あー、ニャースね。ニャースね、意外と出てこないんだよ。そう、ニャース。意外と出てきません。ピクニック道具は買った。 そう、紫色大好きなのとしてみた。私はいっぱい捕まえる派です。あ、捕まえたい。ゲットしたい。ポケモンゲットしたい。そう、ポケモンゲットしたいって感じ。一番好きなポケモンは、だから、王とウパーはまあ同率ですね。好きです。あと可愛いポケモンが好きです。トカゲも好きだし、水亀も好きだし、ゼニガメだ。 ゼニガメも好きだし、あとなんだっけ、私あの初期の御三家は全員可愛くて好きなんです。ミュウも好きだよ。そう、あとシェイミー好き。シェイミー、ジラーチも好きです。あー、チコリータ好きです。ゼニガメなって。 水がめやつなのかめ、確かに。水不思議だね。そう、不思議だねも好きですね。はすごい捕まえるのにね、苦労しました、昔。マナフィー好き。マナフィーでも持ってる人全然いない。あと、ブイズ、イーブイの進化系とか全部好き。イーブイのあの家族全員好き。ブイズ好き。ポッチャマも好きです。私そう、ポケモン診断あるってみんな言ってたじゃないですか。あれ私もしたい。私なんだろう、ニーフィアがいいな。グレイシアも好き。リーと、でもファンの人には水ポケモンっぽいって言われるわ。ねえ、ポケモンはね、いっぱいいてね、すごい。でも今日ポケモン知ってる人多いわ。ロコンっぽいかな。炎、ロコン好きよ。ロコンも好き。チラチーノも好き。あ、シャワーズも捕まえた。そう、私もね、捕まえた。なんだっけ、なんかね、その絶対にどのシリーズか忘れたけど、なんか絶対に EV の進化系がなんかね、毎日違う種類が出てくるスポットがあったのね。でそこに毎日行っていろんな子を捕まえたんだけど、けどね、唯一出てこなかったのがニーフィア。ニーフィアで合ってるよね。そう、ニーフィアだけ全然出てこなくて、でね、なんか調べてもね、わかんないわけ。ほんとニーフィアだけ3週間に1回ぐらいのペースでしか出てこないの。そう、だからニーフィアだけ本当に苦労した。けど全部捕まえた。そう、幸せだよね、そういう時はね。翡翠の、ああ、翡翠のガーディ分かります。分かる。ヌメラはね、私も好きなんですけど、全然捕まえられてなくて。そう、結構ね、あのドラゴンタイプのポケモンが可愛くなってる気がして、最近ちょっとゲットしたいけど、なかなか。初めて買ったポケモンはホワイトでした。ブラックとホワイトだった。ポケモンじゃなんかプリキュアみたいだけど、そう。いいの、いいの、いいの。
ジェネレーションギャップか。どれなんだろう。ダイヤモンドパールとか。この時に初めて買ったかな。友達がやってたからそれでやりました。で、最近のダイヤモンドパールはちゃんとゲットしたよ。あ、ブラックホワイトの人いる。仲間。赤を緑か。なんかリニューアルしてさ、また出してほしい。ね、ルビーサファは熱いわ。ルビーサファとかさ、またなんかリニューアルして出してほしいな。ね、でもポケモンの最終回感動したね。なんか泣けた。泣いてたわけじゃないけど そう。映画館行ってやってたね。あとあれ、マックも行ってもらってた。ポケモンめちゃくちゃ懐かしい。ダークライ懐かしい。懐かしい。私はミュウとかをね、マックだね、マックに行って捕まえてたね。そう、結構さ、幼稚園の中に小5の子が混じってる すっごい恥ずかった。すっごい恥ずかった。そう、一人、しかも身長でかいからさ、なんか同い年の中に混じってても大きいの、一人だけ。だから一人だけなんか中学生混じってるみたいな感じ、傍から見たら。そう、周り見ても同じ目線の人いなくてさ、そう、恥ずかしながらポケモン楽しんでました そう、マックとかね、本当になんか電波がね、あん時さ、多分電波があまり良くないじゃん。だからめっちゃマックに行ってもなんか電波状況によって捕まえられたり捕まえられなかったり、結構大変だったよね。え、これペンギンのタワー？通信懐かしい。タワーかな。投げた人誰ですかね。今1位の人かな。ザゼロさんかな。ザゼロさん、タワーありがとうございます。すごいブンブンいってる。現代すれ違い通信をやってる人。でもさ、あのすれ違い通信っていうのが今のなんかエアドロップ的な感じなのかなと思ったよね。すれ違い通信の進化系がエアドロップ的な説ある。ね、エアドロップ便利よね。そう なんかさ、マジムリの稽古中、お内裏がひたすらなんかエアドロでね、お内裏から「何にも頼んでないんだよ、なんか2人でツーショット撮ったから送って」とか、何にも頼んでないのにエアドロでサッカー選手の写真が永遠と送られてくるっていう なんかことされてました。なんか嫌がらせでもないし、でもなんでサッカー選手なんだろうっていう疑問もあるし、そう いや、エアドローのさ、被害とか最近あるわけじゃん。いや、でもね、まあ めっちゃ笑った。そう、2、3回送られてきたっていうボケをね、かまされました。うん、でも席もめっちゃ近いんだよ。なんなら隣とかめっちゃ近い。すごい、なんか前後とかめっちゃ近いのに、そう
ワールドカップだからか、私のイアドルの名前が 私のイアドルの名前ワールドカップだから、そういうことね。だからかもしれん。サッカー好きなのかなって送ってきてくれたのかもしれない。いやでもつながってよ今 私の イアドルの名前ワールドカップだから、それだね。私も私ってどういうこと 絶対そうだよね なんかワールドカップにしてるんだよね。なんか友達に、そう、何にしようって言って、友達にふざけて「ワールドカップは？」って言われて、そっからずっとワールドカップ もう 回収された そう、どうしようって言って。いや、応援してます、ワールドカップ。2、3年前からワールドカップなんで、ヤドルの名前もう2、3年前から応援してます、ワールドカップ。はい、ずっと応援します、本当に。あ、明日はね、そう、ラビジュールイベントですね。楽しみ、待ってます。結構早い時間からあるよね。ね。14時とかからあるよね、意外と。ね、だから、お渡し会、楽しみに待ってます。そう、いや、マリアのシュープリやばい、めっちゃいい、めっちゃ良かった。いや、あれはいいわ、いい。私もああいうやつやりたい、素敵。サウナ帽子似合うのすごくない？可愛かった、マリアがつけてるの。でも私多分あんなにサウナハット似合わないから、多分無理 ラビジュールのお渡し会ね、待ってます。そう、なんか女性の方はぜひそうつけてきてねっていうのもね ね、楽しみだな、明日お渡し会。そう、明日サイン会じゃなくてお渡し会だから。あ、そっか、でもサイン書くか、サイン書いたもの渡すんだもんね。わかんない、どんくらい書くか、どんくらい書くんだろう。てか何人来てくれる 何人来てくれる？ねえ、でもね、来たくても来れない方もいると思うから、そう、お忙しい方は、そう、でも会える方楽しみにしてます。あと、また会って日程があったらぜひ待ってます。12月1日のサムネイルか。私出る？ 出るか。出るかな？わかんない。初対面タオだって。初対面タオよろしくね。男性の方、いるかな？いや、でも誰が来てもいいんだよ。誰が来てもいいんです。そう、いや、AKB もリアルお話し会したいよ。でもやっぱまたさ、増えてるじゃん、なんか大学行ってても感じるんだけど、やっぱ何人か、まあ、コロナの症状を訴えて
なんか大学休んでる子とか普通にいるんだよね今。そう、なんかそうか、最近ほんと増えてるなーって思うから、なんかね、なかなかね、安心できない日々が続いてるよね。まあ恋人にプレゼントもいいしな、それな。ビニール手袋ね、握手したい。まあそうなる、それなら OK かな。そうだね、よく食べてよく寝ることが大事。でも私最近よく食べ過ぎてやばかったから、ちょっと気をつけようと思って、明日から。明日からまた8時、12時、19時、なんかそう食事する時間を決めてさ、暴飲暴食。いやでもこの前リアルイベントの時、それこそマイク越しで話、あ違う、アクリル板越しで、あのマイク通して話したんだけど、そう、なんかあの距離だともっと近寄りたくなっちゃう あの距離だとね、なんかもうちょっと近寄れたらいいのになーってすごい思っちゃう。もうマイク越しかなって感じです って感じです。多分リアルイベント的な感じじゃないかな、この前のあれが基本じゃないかな。ねえ、なんかでもそれこそ他のグループとかはアクリル板越しで話したりしてるんだよね。そういうのはできたらいいよね。リアルで会いたい。生きてる できるだけ近いうちに 。だからやっぱこういう時こそやっぱショールーム大事なんだなって思う。すごいね、やっぱなかなか会えない人とか多いから。そう、755とかコメントいつも見てるし、そう SNS もいつも見てるけど、コメントしないけど応援して、久しぶりになってしまって、いやいつもね、いつも考えてるの本当に。今日しようかな、でもあこれがあるなーとかね、なんかいろいろタイミング的に、そういつも考えてるんですけど、タイミング的にはみたいな、そう明日にしようかなとかね。そうお手紙も読んでますよ。そうだから今日久しぶりにできて嬉しい、よかった。そう、無理のない範囲でやっぱ楽しく配信したいなって。会とかやってたんですけど、なんかね、だからか分かんないんだけど、なんか最近本当に課題が進まなかったの。でも今日はなんか会えるなーとか、久しぶりに配信だなーとか思ってたら、なんか張り切って早く終わっちゃったの。すごくない？そうだから、あ今日はショールームするって決めてよかったって思った 1時間でだよ、1時間で、ると思って、2個ぐらいかなって終わらせれてもって、なんかもう文章作ってたから、あとは貼って出すだけだから。
そう2個ぐらいかなって思ったんだけど、そうけど、貼って出すプラスなんか 800字ぐらいのやつ、それもなんか書いて出せる、だからよかった よかったよかった、そう終わらせれたよ。でもね、まだね、やらなきゃいけないやつとかあるし、この前もやらかしたんですよね、やらかしたりとかしてるから、全然優秀じゃないんだけど、まあやってます、大学生してますっていう 何アピール 報告？報告です。ね、あ、バイト頑張ったって、ありがとう。あ、そう、ジョンマイラブのね、稽古ガンガン始まってます。ガンガン。そう。やったね。やったね。そう、け、あのね、あれだね、課題だね。そう。ジョンマイラブの稽古はね、どんどん始まってまして、そう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 、やっております。お、ジョンマイラブの土日のチケット全部取りました、ありがとうございます。そう、私は4公演だけ参加するので、東京のね、東京公演の4公演だけなので、そう、見に来てくれたら嬉しいです。順番はね、和装だよ。着物着るよ。楽しみだよ。あ、チケ銭払い忘れ、気をつけてみんな せっかく取ったチケットだから。分は来てほしい。そうだね、今カレンちゃんがやってますね。そう、着物着て歌って踊ってやってます、いろいろ。いやー、でもほんとね、どんな役なのって。でもこの中でジョンマイ見に行った方いる？いますか？あ、よかったよかった、当たってる方とかいる。なんかね、役的にはとっても芯の強い女の子の役なんだけど、なんか16歳から22歳まで生きた、なんか実際に生きた女の人の話で、そう、鉄っていうね、そう、女の人の話で、鉄っていう 本当に鉄のごとく硬い意志を持った女の子の話で、そう、本当に実際にいた方なんですよ。そう、本当にあっという間で、そうそう、で、そのジョン万次郎さんっていう人がね、すごい人なんだけど、そう、当時なんか英語を喋れた、多分唯一の日本人ぐらい、すごい大事な方だったんだけどね。そう、その人の妻役。そう、亡くなっちゃったのかな。そう、すごいね、短い生涯だったんだけどっていう、その女性の話 そう、だからね、本当あっという間なの。あっという間、本当すごい早いです、ストーリーが。私は英語話せないよ、鉄は。鉄は英語話せないです、全然。でもなんなら日本人で
初めてまあほにゃららっていう英語を口にした、まあ、女性なのかなみたいな感じ。そう、すごいロマンチックな物語だなって感じ。でも展開はね、早いって言っても分かりやすいと思う。かなり分かりやすいと思います。難しくはないよ。結構見てたらちゃんとなんか流れとかストーリーは分かる感じです。そう、私出るんです、1月にね。そう、ちゃんと安心安全ですよ皆さん、安心してください安心してください。なんかほにゃららはやっぱ舞台で聞いてもらった方がなんかファってくるのかなっていう。そう、そう、私は東京公演だけなので。でもそう、横内さんにこの役でなんかなんて言ったらいいの、舞台の中で生きてほしいってね言っていただいたので、そうっていう言葉をいただいたので、なんか舞台の中で生きれるように頑張る。ネタバレしないね、だから見て楽しんでもらえたら、それまで稽古頑張ります。いや、ほんと東京でやれてよかったです。多分東京じゃなかったら両立が難しくて。そう、だから本当に今回感謝です。あ、横内さんから指名だったわけじゃないんだけど、うん、そう、でもまあ稽古中にね、そう、そういう言葉をもらってね。うん、指名かは分からないって感じか、分かんないんだけど、でもね、そう、今回出演することになったので楽しみ。生き生きしてるかな。でもなんかほんとね、足りない、ほんと足りない、足りない足りないって感じだからね、足りないところを少しずつ補えていけたらいいな。カレンちゃんも今頑張ってる？うん。いやー、すごいすごい、尊敬する尊敬する、本当に。うん。で、何話すかな、 YouTube の話とか。 YouTube で野蛮な求愛をね、今日ねアップしたんですけど、そう、見てくれましたかね、どうかな。今日見ようからしようかなと思ってます。おー、すごい、よく見てる。そう、野蛮な求愛、ドボンコンは横湯の衣装着てて、YouTube の方のね衣装はね、めっちゃくちゃフィッティングしたのすっごいフィッティングしたの。そう、上の服を私となるで入れ替えっこして踊ってみたり、そう、ズボンも私最初短パンだったんだよ、短パンで踊るかとかね、いろいろ一回私が山本彩香さんの衣装を着て踊ってみたり、いろいろやってみた結果、私は山本彩香さん、イクミン、山本彩香さん、イクミンってなった。なんか山本彩香さんとイクミンのミックス衣装でしたいや、ほんと衣装のことだけで30分くらいずっとやってて、衣装がね混ざってます。でなるも山本さやかさん、藤
藤田奈々さんって感じかな。そんくらい混ざってます。その時がわざわざじゃないや、あちちの時がね、なんか衣装こだわって2人であれ買いに行ったんですよ。そう、買いに行ってこだわったけど、2人とも結果同じような服になって、なんかどっちがどっちか分かんないねみたいなって思ったんです、私が思って。だからどっちかなんか足出してるとか、なんかどっちかやっぱあちちの時もどっちか短パンとかなんかスカートの方が、なんかスカートの子とズボンの子みたいな分かりやすいのかなってそう思ったんですよね。そう、衣装が似てるのも綺麗だけどっていう、そう変化つけた方が分かりやすいかなって思って、そうだから今回は私が短ズボン短パンでナルがロングにしようかなとかなったんだけど、なあそう結果そう私がじゃあノースリーブの白で上がみたいなでバンドつけて、でナルはなんかああいう感じにしようみたいな、そういろいろ衣装にもこだわってみたよそう、よかった、ありがとう。でもここのバンドに関してはナルがつけた方がいいって、そうなんかあのバンドにあの白のトップス上半身だけ見るとさ、なんか達人みたいな感じに見えるじゃんそうだから、バンドこれつけど完成見てみたら全然よかった。達人に見えちゃダメだよ、なんか太鼓の達人じゃないけどなんかなんかね言わなきゃよかったしました。でもすごい楽しく踊って出たよYouTube 撮影始めて本当なんかたくさんなんですけど、けど見たりとかするからたまに YouTube 始めて詳しくなった詳しくなった、そういうの。そうなんかなるとねたこ焼き配信っていうかね、普通にしたいねって言ってて、たこ焼き一緒に。今回ちなみに NG 酒ないの。 NG 酒好き NG 酒好きかな、みんな。うちの母親がめっちゃ NG 酒好きなの。そう、本編もいいけど NG 酒が好きって言ってて、そういや今回ないんだよみたいな。あったけど、そうあったっちゃあったか。あった、なんかおまけが好き。なんかちょっとおまけでつけてくれるのが好きなのって言ってたからなのかなっていう。皆さんもそうですか。おまけ好きな人いるんだ。いそうな回はつけるか、つけた方がいいかもね。トイストーリーの好きです。あゆの好き。
食べてた時、マジ食べてた。そう、一時期じゃないけど本当に食べてた。週3欲しくなってたもん、だんだん。大好き。あとクルルも好きなんですよね。クルルもね、そう、東京新、あとわなか、わなかが美味しい。なんかわなかを差し入れてくれるんですよね、たくさん。外カリ、中ふわが好きです。そう、クルル、ククル、ククル、クルル、ククルってクルルになっちゃう。ククル、クルル。あれ、ククル知らない？クル、ククルだっけ？あ、ククルじゃん。ククルだ。え、でもこれはちょっとフェイントだったよ。ファンの方がクルルって書いてた。フェイントだった。で、クルルって言っちゃった。何も疑問なく。まんまやん。ククル。ククルがすごく美味しくて大好きな気がする。美味しいたこ焼き屋さんの名前がマナクルと似てるってことは分かったね。わなかを見たらマナカをクルル思い出す。ね、マナクルがたこ焼きし、あのね、インスタに私が使ってみたいね、あのファンデーションが今あって、クッションファンデがあって、でそれ使ってる人いないかなと思って、インスタのストーリーにね、これ使ってる人感想教えてくださいって載っけたわけ。そしたらファンの方の、あの大喜利が始まってて、結構みんな大喜利で返してきてて、それに対してのコメントでね。あれファンデなんですけど、あ、そっか、そう、説明すればよかったね、ファンデなんだけどって。そう、なんか男性なんだけどみたいな、ファンデでいい、ファンデ塗ってもいい、塗って報告しますとか、そう、男性なんだけどファンデ塗って報告します。みんなね、そう、大喜利してくれてた。とか、何に使うかさっぱりわからないけど美味しかったよ、炒めて食べるのがおすすめとか、おすすめってね、そう言ってきたり。きめやかでよかったよ、薬用石鹸ミューズばかり。なんかみんな思うしたもので返してきてて優しいなと思いながら、面白いなって。まあそういう面白い方がいましたっていう。だいぶね、いや、だいぶやってんなって。そう、一番最初の人は大喜利じゃなかったけど、そう、読んでよかったのか分かんないけど、そう、まあ、こういう大喜利してる人がいましたっていう、そういう方々でした。やってんなーってコメント笑った。そう、でもなんかね、でまさかのいたんですけど、使ってる人、ランちゃん使ってて、そう、ランちゃん今使ってるらしくて、なんかランちゃん曰く、あの、いいですよっていう話だった。いいらしい。だから今度チェックしてみようと思って。その迷ってるかというと、
そのクッションファンデ、私が、なんて言ったらいいの？美容、今美容針とかさ流行ってるんですけど、なんか美容液が入ってるらしくて、すごい肌にいいみたいな。そう、つけてなんか肌をどんどんなんか、まあ、ボロボロになっちゃうんじゃなくて、なんかつけることでなんか美容にもいいっていうファンデーションで、使いたいなと思って みんなに意見求めました。限定って。じゃあ保湿もそうなのかもしれないけど、まあ、美容液が入ってる。セザンヌの BB クリーム使ってて、ファンデーション使ってないんだよね びっくり。そう、ファンデーション使ってなくて、今コンシーラーと BB クリームでね、私の顔成り立ってて。そう、だから使って感想言うわ。そう、ファンデ使ってないの。セザンヌの セザンヌの BB クリームとコンシーラーなのね。確かにササメイクさん知ってるかも。それあるわ。でも私はなんかそっちの方がなんか変に影とか消しすぎないから、顔の立体感残したまんま、そう、なんか隠したいところだけ隠せてよかったです。そういい。私はね、凹凸がないと本当にのべーっとした顔になっちゃうから、凹凸が欲しいので、私はね。そう、だから影も絶対描かないとダメ なんで、はい、よかった。今すごい合ってると思う。あとさ、寝落ちしちゃうからさ、なんか BB クリームぐらい肌に優しいやつじゃないと肌がボロボロになるん 肌がボロボロになっちゃうん、本当に。あ、待って、メール書くね。メール書くよ、今から。間に合うかな。やばい、間に合わない気がする。じゃあメール送って、ミユからしてバイバイしようかな。ゆうはんさんに撮ってもらった写真載っけとくね。ちょっとメール見てください。ょっと届きますように。今日もお疲れ様でした。じゃあもう頑張るぞ 全部口に出しちゃってるけど、ちょっと短いですが送りました。送られますように ここの人には届いたかな 間に合ってくれ、お願い。まあ届いたら教えてください。多分配信してる間に届きそう。届くんなら。うん、神頼み。スタッフさんお願い お願い、届け。そう、内容はね、変なこと書いてないよ 内容はね、
シンプルに、シンプルに、もう願いはシンプルに。そうかな。でも全部言ってないよ、口に出してないよ多分。届くの待っててくださーい。来たっけよー。届けって願いは書いてない。届きますようにとも書いてない。まあ、届いてからのお楽しみです。願うしかない。今日の内容を全く書いてない。そこそこなんかいろいろやったっちゃったんだけどな。なんかもう記録みたいな感じでメール書いてます。今日私はこんな感じだったよっていうね。トト君楽しみにしててね。じゃあなんか歌おうかな。メール好きとか言ってくれて嬉しい、キュン。あ、気持ちはちゃんと送られてきてるよ、キュンキュンキュン。キュン、みんなの言葉が温かいね。もう少しで12月、早いね。なんか今年すっごい早くて12月って感じしない。なんかまだ5月の気分。まだ半年残ってる気分なんだけど、6月ぐらいかな。じゃあ6月ぐらいの気分だわ。いや本当にそう思えないよ。だってもう年越して4月になったら22だ。私21だ今。すごい、いろんな経験してるけど早っ、時間早いね。寒いよ、寒い寒い今。いやほんと今年充実してた。今年はなんかずっとなんかしてた気がする。ありがたいことで、ありがたいことで本当にずっと何かしてたな。だから本当に早かったです。早い。もう22だって。ベテラン勢か。全然ベテランな気しない。全然ベテランじゃないもん。足りない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 って感じ。じゃあカラオケしよっかな。何歌おう。明るい曲歌いたいね。これにしよっかな。じゃあそれでは聴いてください。今ハッピー。ありがとうございました。いい曲、シンプルだけどいい曲。振り付けが可愛いよね。やっぱりアンナ先生の振り付けは素敵だよね。盛り上がるし、この曲好き。今ハッピー、シンプルに今ハッピー、シンプル今ハッピー。めっちゃやってたな。全然もう何歳になっても踊りたいよね。
アピンハアピンハアピン、あなたがいるかな。初めて聞いた曲か。そっかそっか、そう撮影タイム曲かも。確かに、ね、やってた。凪がねセンターだったから、そう奈々さんとねダブルセンターだったから、それでやってたよね。ハッピー、うん、そうタワーがね、そう投げてくださった方がカティさん、カティちゃん、タワーありがとうございます。カティありがとう。あピン、あれ違ったっけダブルセンター。そっかそっか、ありがたわです。じゃあもう一曲やるか終わるかどうしようかな。11月なんか、あ11月だから、確かに11月のアンクレットあり。え11月アンクレットがいい人11月のアンクレットがいい人、11月のアンクレットしまーす。で12月になったら12月のカンガルーねだね。11、はい、じゃあそれでは聞いてください。11月のアンクレット、はい、ありがとうございました。アンコールありがとう。では12月になったら12月のカンガルー歌いますね。はい、ということで、ではではでは。え待ってごめんね、今ねいとこからポケモンの進化系の話をさっきしてたじゃないですか。だからポケモンの進化系の、写真が全部送られてきたんですけど、ヌオーの進化系がドオーって言うんだね。え全然ヌオーじゃない、びっくりした今。ウパーの進化系がドオーっていう、なんかいつもと違うやつで、いとこ1号ですね。はい、進化系全部送られてきたんですよね。めっちゃエクレアやん、びっくりした。え違う違う、エクレアじゃない、チョコドーナッツ、チョコドーナッツだ、チョコドーナッツだ。ヌオはね進化しなかったそういとこ1号送ってきてくれて、ちなみに私はこれってそう、いとこ1号の選んだポケモンも教えてくれてる。ちなみにいとこ1号はリンゴ、リンゴちゃん選んでます。いとこ1号リンゴで、ニャオハの進化系も送ってきてくれてます。あいいじゃないですか、ニャオハの進化系かわいい、かわいい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 。ウパーからヌオーなんですけど、ウパーからドオーってやつになるらしい。なんかめっちゃチョコドーナツ、はい、ではすごいツイッターで動画がトレンドになってるの、すごい。はい、じゃあまたやりたいと思います。今日は配信ありがとうございました。じゃあランキング発表いくね。
13位からいきますね。ミッチーさん、13位おめでとうございます。そして12位がユーユーさん、ありがとうございます。あ、じゃあサイリウムに反応してありがとうございますって言っちゃった口から出てきちゃった。はい、紫ありがとうございます。12位がユーユーさん、12位おめでとうございます。明日か、待ってます。11位がフィンド 4B さん、11位おめでとうございます。そして10位がみほさん、10位おめでとうございます。そして9位が星侍さん、9位おめでとうございます。そして8位がピーシアさん、8位おめでとうございます。そして7位がウユーマタウギシチルイチュカイカムサムダ。そして6位がリムさん、6位おめでとうございます。そして5位がケアさん、5位おめでとうございます。そして4位がムーンコーンさん、4位おめでとうございます。そして3位がカティさん、3位おめでとうございます。そして2位が科学先生、イルチュカエヨ。そして1位がザゼロさん、1位おめでとうございます、イルチュカエヨ。はい、ありがとうございます。久しぶりにすると名前が変わってますね。結構初めての方とか多い気がする。じゃあ順位から読んでいくよ。フォアンさん、テオネオさん、ケントさん、ヤマちゃん、カサ、カミさん、レンニューちゃん、上を向いてひくまろさん、ヘギョンに、PTY さん、ウィンパディさん、ナンナン48さん、ジャリングさん、アスライヒデちゃん、和田さん、ネキゼさん、イオくん、アデノシンさん、マイさん、オスワルドさん、サノシ、サイさん、ポングポングさん、パラングスさん、シマヤンさん、君のホタルさん、M さん、ホタルロソンおじさん、井上義弘さん、ひでじろさん、カラズニピースさん、ひよぱんさん、ホタルミューさん、ケンシンさん、タッキーさん、お、プレシ、KYS さん、イサッシーさん、ミツルさん、アオくん、XD さん、ヒロさん、ゴールド888さん、ミキトさん、ユッタン、あやかんちゃん、鉄道好き、コナンさん、チョンゲグリシ、トットシ、ウメッタさん、ミチヒロさん、ファイトさん、ユーマンさん、グリフォンさん、タックン、コサスミューシー、ピールケウさん、ジョさん、トシジャケンさん、ジェウさん、ケンさん、ユウスケさん、アリサさん、442、ジェイ田中さん、ココアさん、なっちゃん、ココアニ、シホコさん、ネちゃんタイさん、もしも鳥だったらさん、フッちゃん、行政ウシタさん、ミカちゃん、タルちゃん、星の鼓動ハイさん、マサミチさん、メタルピーチさん、ヒテナマさん、マホリンさん、あと BB さん、なべちゃん、ラブリーさん、のぶさん、ゆうとしさん、ゆうたろうさん、ヤマハさん、まこぴさん、はい、ありがとうございました。はい、結構12月1日の公演来る方とか、明日のイベント来る方とか教えてくれてる、ありがとうございます。待ってます。待ってるよ、楽しみだ。あとなんかアバターがさ、私のアバターがある、下を見るって書いてあるアバター、なんか前からあったじゃないですか、けどなんか新しいやつなんだね。これいつのやつ、なんか何 AKB の衣装着てる女の子と男の子が、かわいい、いろいろあるね。ね、嬉しい、下を見るってみんな持ってくれてる、かわいい。この衣装私も好きです。じゃあスクショするね。スクショタイムいきます。じゃあまず私の方、はい、チーズ、うん、じゃあはい、ポーズ、どうしよう、11月だから、11月、うん、以上、ありがとうございました。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。また配信します。あれ？高
たこ焼き大使のなるちゃんが私にたこ焼き食べてもらうんだって。そうそうそう、私はちなみに中ふんはな、あ、外カリが好きだよって伝えてるんで、私と一緒に食べれる時はきっとそれをなるが作ってくれると思って楽しみにしてる。 はい、ということで終わるよ、終わる終わる、これで本当に終わる。じゃあ おやすみなさい。はい。じゃあ、またね。おやすみ。明日新宿ね。明日新宿でね。だね。新宿集合ね。待ってるね。じゃあ、またね。ありがとう。あ、待って、話すの忘れてた。お話し会のことだ。そう、お話し会ね。コメントできてないんだけど。そう、部数がすごいね、一気に増えててね、皆さん完売本当にありがとうございます。そう、そう、やっぱりお話し会はすごいとても好きなので、そう、これからもね、お話しできる時間をたくさん確保できるように、そう、私も楽しんで臨みたいと思うので、皆さんこれからもお話し会待ってるね。 ということで 全然切らんしてよね。全然切らないんだけど。ごめん。本当に切る。次本当に切るから。ごめん。本当に切る。お話し会楽しみにしてる。待ってるね。はい。ということで。またね。おやすみ。バイバイ。切るね。バイバイからの、ちょっと忘れたことがあるからね、もう一回話すと、明日の集合場所は新宿だよ。新宿、明日新宿だからね。そう、明日集合場所新宿だよ。知ってる？みんな知ってたっけ？ 知ってたっけ、みんな知ってた？ごめんごめん、知ってたか。知ってるよね、そりゃ。そりゃ知ってるよね。ごめんごめんごめん。うん。で、新宿知ってるもんね。うんうん。だよね。じゃあ、終わりたいと思います。終わりたいと思います。はい。バイバイ、4回目やばい。やばい、もうネタがない。持たせれるネタがないです。はい、たまにふざけるとね、ね やばすぎる。はい、いや、もう ガチで返さないで、ごめん、ふざけすぎた。じゃあ本当に終わりますね。じゃあみんな、またね。ね、ハードル上げないで。はい、じゃあ本当に終わる、本当に終わるから、本当に終わるね。うん。じゃあ、おやすみ。だね。バイバイ。最後に一つ言い忘れた。いい夢見てね、みんな。じゃあ、おやすみ。だねー。